3、2、1、0。3月31日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の良い味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。3月31日、今日は学校教育法制定記念日だそうです。ところで、教育ってなんだっけ、いつ行くの。それは教育。わかった、京都に。それは教育。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。即用志忍び草のご注文お問い合わせが増えてます。法事ギフトはお任せください。冷ややっこ乾燥塩昆布のせ。冷ややっこに乾燥塩昆布をのせてよーくなじませます。塩昆布が柔らかくなってきたところで、やっこと一緒に食べるととっても美味しいです。素晴らしいお酒のおつまみになります。乾燥塩昆布トッピングやってみませんか。店長まっちゃん、またおみくじ大吉出るまで引き続けてる。ちょっと恥ずかしいぞ。